判決文の記載に誤りがあったのは、今月1日に仙台高裁で言い渡された旧優生保護法訴訟の控訴審判決です。この裁判は、県内に住む60代と70代の女性が旧優生保護法に基づいて不妊手術を強制されたとして国に損害賠償を求めたもので、仙台高裁は原告の控訴を棄却していました。原告の60代の女性について、強制不妊手術を受けたことを伝えられた相手が義理の姉だったにもかかわらず、判決文では義理の妹と誤って記載されていました。記載の誤りについて原告側が申し立てたところ、仙台高裁は誤りを認め、今月15日に公正決定を出しました。原告側の弁護団は、被害事実に向き合っていない判決の象徴だと批判しています。原告は今月9日、高裁判決を不服として最高裁に上告しました。